Peggy 12.皆さんこんにちは。こんにちは。バンダイナムコエンターテインメントの古谷と申します。アルティメットストームトリロジーが全世界で発売を迎えたことを記念しまして、こちらのナルティメットストームシリーズ、ナルティメットシリーズの、制作スタッフによる座談会を今回は開催させていただきたいと思います。ということで、こちらの皆さんに集まっていただきました。はい、ナルティメットシリーズ開発を行っております、サイバーコネクト2代表の松山でございます。よろしくお願いします。ナルティメットストーム1、2、3のプロデューサーをやりました佐々木さめです。よろしくお願いします。はい、バンダイナムコエンターテインメントで、ナルティメットソン4と、ロードボルトのプロデューサーをさせていただきました中川です。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、ナルティメットソームトリロジーが、発売を迎えたということで、なんとプレイステーション4でナルティメットソーム1、2、3、そして4とロードトゥボルト合わせてナルトの物語すべて、さらに劇場版のボルトの物語までプレイステーション4で遊んでいただけるようになりましたということで、なぜこのストームシリーズが生まれたかについて、ぜひ話をいただけないでしょうか。ストームシリーズなぜ生まれたか、はい、難しいね。ストーム1って実を言うと、最初に発売したのは北米欧州だったんですよね、日本で出なかったんですよ。ナルトってやっぱこう漫画原作があってテレビアニメがあって、それからゲームソフトだったんだけども、やっぱり、ね、日本が先行してたから、日本ではアニメーションが放送されゲームも発売しだったんだけども、アメリカやヨーロッパでのアニメの放送がねなかなか決まらなくて、で決まった時はちょうど3年遅れ、ここで仕切り直し含めて少年編からちょっとやり直しましょうということで、PS3 で新たに作り始めたのがもともとこのストームシリーズのきっかけ。最初にあの北米欧州でそれで発売して、そしたらすごいやっぱ評判が良くて、もうこんなゲームは見たことないと、まるでアニメが動いているじゃないかっていう、すごいね日本のユーザーから言われまして、お叱りを受けまして、これは日本にもちゃんと出さなきゃいけないなっていうので、ちょっと遅れてね結果的には発売したんですけど、それはそれであの大変ご利用いただきまして、はい、これそのストームが4、さらにロードトゥボルトまで、こちらたくさんの作品、そのシリーズが生まれたと。そうですね。ですね、で本当にね、ストームシリーズってこの区切りがすごい素晴らしくよくできていて、これ少年編が終わったじゃないですか。で、これペイン、ストーム2でペインに関して終わったじゃないですか。で、ストーム3で2回大戦のところで終わって、そしてストーム4で完結みたいな。いい感じにね、ちょっと繋がってるんですよね、ストーリーとともに終了というか完結を迎えた、ほんと綺麗にワンツースリーほど4部作になってるので、それがね、今だと PS4 で、そうですね、日本で遊べますからね、そうそうそう、はい、何度も言いますけど、はい、こう日本で全部遊べてしまいますね、4本かもしれないですから、日本でいいですからね、日本で遊べますね、すみませんね、今回私の方で制作現場の、より制作の現場の方々のお話をお邪魔させていただいて、お話を聞いていきたいと思いますので、そちらの映像もこの後ご覧いただけるので、ご覧いただきたいと思います。はい、では映像の方どうぞどうぞどうぞ。記念すべき第1回ということで、プレイステーション、プレイステーション、びっくりやなこれ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。こちらの制作スタッフの皆さんにお集まりいただきました。どうぞこちらご紹介の方お願いいたします。ナルティメットシリーズ開発を行っております、サイバーコネクト2代表の松山でございます。今日はよろしくお願いいたします。そして、はい、私はナルティメットヒーロー1、2のプロジェクトリーダーをやっておりました磯部と申します。本日はよろしくお願いします。私はアクセルシリーズのプロジェクトリーダーをやっておりました石橋と申します。よろしくお願いします。ナルティメットストームシリーズのプロジェクトリーダーをしておりました西川由紀です。よろしくお願いします。今回はこちらのメンバーで、ナルティメットシリーズについて語っていきたいと思います。プレイステーション2のナルティメットヒーローから始まりまして、こちら最新作のナルティメットストームトリロジー、プレイステーション4までこちら数々の作品が、こちら発売されております。いろいろと昔のものから振り返っていきたいなと思います。まあ初めてのことだらけでね、すごいこう大変やだね。そうですよね、もう一番最初にもうゼロからその新しいものを、新しいバトルシステムを生み出していくっていうところで、やっぱり生みの苦しみはありましたよね。キャラ数少なかったもんな、怒られたな、いっぱいやったけどな、
コミックシェーディングとかさ、そうですそうです、ね、あの漫画風の掛け合いのシェーダー作ったりとかね、当時の CG からしたらすごいなんか漫画が動いてるみたいな感じの感覚で、それをね、特徴的で革命がありましたよね。アクションとか忍術とかグラフィックとか本当に特徴のあるものが多くて、やっぱりユーザーからしてもそういったところに魅力を強く感じていたと思うんですけども、作る際にそういったところでなんか苦労ですとか、こういうところはやっぱり見てほしかったみたいな、そういう思いとかってありますかね。そうですね、やっぱりあのメインのバトルシステム、はい、スピーディーにこの忍者っぽいバトルができるっていうこのゲームシステムっていうのは、はい、やっぱりあのゲームはあまりやらない人でも、簡単に、そういった、なんていうかな、スピーディーなアクションを楽しめるっていうそうですね、そうですね、そういったものを大事に作ってきました、はい、でかなりやっぱりあの手触り感も、いい感じになって、もうプログラマーともあの、はい、すごく時間をかけて詰めたんですけども、結果的にはいいものが出来上がったなと思ってます。少年編が終わって、まあ、青年になったじゃないですか、うん、で、まあ、木の葉の里に帰ってきた時に、うん、木の葉のあの電柱に立って、はいはい、あのシーンがある懐かしいのシーンね、うん、あれをまず再現したくて、そうやね、はい、そうね、いいですね、無理してあのグラフィック、あの木の葉の里の街並みの奥行きな、もうあれ専用に作りました、作ったもんな、あのカット専用にな、1枚だけの、もう遠くの方とかもう絵の描き分けですからね、じゃないと無理無理無理、あんな PS2 であんな描画できない、表現しきれない、そうですそうです、だからアニメでよく使われるカメラマップとかっていうその手法とかも、はい、実はもう PS2 の頃から我々取り入れてて、背景の街の作り方もちょっとこう、うん、まあ、なんでしょう、 2.5 年の先駆けじゃないですけど、やっぱりその立体では作ってはいるんですけど、うん、カメラ固定で、うん、狭く見えないように作ったりとか、うん、はい、まあ、それでもやっぱその街中を楽しく探検できているような、あのやっぱ背景の作りとかっていうのはやっぱ工夫して作りましたね、それは、うん、そこも結局やっぱこっちに今考えると生きてきてる、まあね、当時の技術を描ききれないようなそういう描画物とかも、そうですね、工夫凝らして背景派にはだいぶ嫌がられましたヒーローシリーズまではコミックシェーディングなんですけど、あのアクセルシリーズからちょうどこれ3年経ってるじゃないですか、3年経ったところで、はい、アメリカやヨーロッパでナルトのアニメの放送が開始されたんですよ、はいはい、海外、それまではね、あの日本でしかアニメやってなかったから、なのでこれからナルトは世界中でアニメが放送されるわけやから、はい、コミックシェーディングではなくこっからはアニメシェーディングにしたんですよ、うち、あ、世界のお客さんが受け入れていただきやすいように、そう、だからだいぶ印象も違うし、はい、まあ、後のねストームシリーズの超アニメ表現につながるいわゆるノウハウっていうのは、はい、このアクセルシリーズから実は始まったんです、そこが起点だったんですね。PS2 のキャラクターのモデルをリダクションするところから始めた、ね、そうですね、あの PSP にとってはマーのスペックがありますので、表現力とか違いますね、 PSP で快適に動くようにポリゴンのリダクションであったりとか、あとゲームモードに関してはもう携帯ゲーム機なんで、はい、あの 3D のフィールドをぐるぐる歩き回るのではなくて、どっちかというとあの、まあちょっとしたあの 2D 上で、あのダンジョン探索タイプやね、そうですね、そういったようなものが、はい、あのコロナ禍のメインモードとして入ってて、まあ、携帯ゲーム機としてはあの信じられないぐらいのやり、あの遊びプレイボリュームですね、はい、これはあの実現できたかなと思ってます。当然あの今でもですね、あの非常にあの人気が高くですね、はい、あの遊んでいただいたお客様の感想とかを聞くとですね、あの面白かったと言っていただけるのがすごく嬉しいなと思っています。実際他も据え置きでしっかりと置いてコントローラー持ってプレイしていただくっていうのが基本ですもんね、ナルトメットシリーズは、はい、そこでポータブルなのでお友達を外に持って行って一緒に遊ぶこともできますし、そういった魅力もやっぱり詰まった作品なのかなって思いますよね。今回のナルティメットシリーズの振り返りはここまでとさせていただきます。次回はナルティメットストームシリーズの魅力をたっぷり伝える回となりますので、ぜひご覧ください。ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。